軍艦の事故。本記事では、軍艦の事故について記述する。軍艦とは、戦闘を用途とする船であり、その性質上火薬、燃料油などの危険物を大量に搭載する。このため、一旦艦内で事故が発生すると、それはしばしば艦の存亡を危うくするほどの重大事態に発展する。一般に、近代軍艦では、火災の危険を極限するために、 可燃物を極力排除していることが多い。特に、ダメージコントロールの概念が浸透していこう。しかし完全に排除することはできないし、線質が金属であるため何らかの要因により火花、スパークが発生する危険は常にある。また近年では、電子兵装の比重が増し、この配線ケーブルなどが火災の発生源になった事例もある。 新技術の採用や無理な性能要求等に起因した設計上の不備を主たる原因とする事案である。軍艦も船舶であり、天候の影響から逃れられるものではない。嵐、高波による転覆、沈没事案は、枚挙に暇がない。単独航海をしていた船舶が、いつまで待っても、目的地に現れずに忽然と姿を消してしまう事案は、 古来軍民を問わず時々発生しており、中にはそれきり、再発見に至らない事例がある。天候、生打ちにより遭難したとの推定がなされることが多いが、いずれも原因不明である。軍艦は、商船のように調査済みの回路ばかりを通行するとは、限らず、宴会では座礁の危険と隣り合わせである。イギリス客船、タイタニックの氷山接触の例でもよく、 知られているように、海氷はひとたび衝突すれば、他の浮遊物とは比較にならない、破壊力で光線をも引き裂く、航行の危険となる障害物である。軍民を問わず、衝突事故は多くの場合、船舶間での錯誤などに起因する。軍艦の場合は商船などより、緊密な体系を組むイコール相互の間隔が狭い、ことが多く、事故が発生しやすい。 また1910年代頃までは昇格を装備した艦が少なからず存在し、これが被害を拡大させた。軍艦の衝突相手が民間船であった場合、往々にして責任の所在や保証交渉などで世間を騒がせることになる。近代軍艦が装備もしくは搭載する兵器は、その多くが火薬を用いた火器であり、品質不良や作動不良があったり取り扱いを誤ったりすると、 たちまち大事故に直結し、多くの人命や艦そのものを危機にさらすことになる。弾薬庫に搭載した砲弾、創薬、爆弾等が何らかの要因により発火、爆発に至った事案である。海軍内部でのいじめに対する報復が原因で起きた事件もある、とされる。爆発に伴い発生したエネルギーは船体に重大なダメージを与え、しばしば船体の切断や、 水戦下への波行形成等に発展し、艦の沈没に直結する。砲側や魚雷発射艦、ミサイル発射機など、武器の周辺で火薬内視機械等により、事故となった事案である。砲の作動不良等により不時発射したり、正常に発射されなかった砲弾が砲身内に止まり、爆発するなどの事案である。砲発は、砲身内に異物が侵入することで正規しやすい。 何らかの理由により指定した、目標以外を攻撃したり、意図に反して砲、ミサイル等が発射された等の事案である。潜水艦は、水中という特殊環境下で行動するため、艦の構造が独特であり、潜水艦特有の事故も多い。潜水艦の密閉性の高さは、有毒ガス発生時などの被害拡大要因になり、また先行中の場合は一旦事故が発生すると、 上院の救難は困難を極める。このため、潜水艦救難専用の水上艦を保有する国が少なくない。他の艦種に比べて秘密性が高いため、救助や原因の検証に際して制約を伴うこともある。潜水艦は艦上からの見通しが悪い上、水上における操打性も水上艦船,船に比べて一般に劣るため、 調査済みの航路以外の宴会での行動は座礁の危険が大きい。潜水艦は、浮上状態であっても還元や善行が極端に低く、加えて水上からの非発見の可能性を減ずるために、暗色の船体塗装が施されていることが多いため、他艦船からの視認性が非常に低い。このことは、平時より衝突事案の正規しやすい要因となっている。 潜水艦は特に水中からの不常時において、超音による周囲確認が鈍るため、水上を航行中の艦船に衝突する事案がたびたび正規している。潜航中の潜水艦同士が水中で衝突する事案が時折報告されている。原因としては、現代の潜水艦は水中ではほぼ無音で行動するため、すぐ近くを航行していても互いの存在に気づかない。 ものと得られている。潜航中の漏水内視船体破損による浸水で、浮上不能となった事案である。海上公務の潜航試験において事故があった場合、造船所職員の民間人が犠牲になることもある。管内の動力プラント燃料、搭載弾薬等が何らかの要因により発火内視、爆発した事案である。原子力船は民用としては、 ものにならなかったが、軍用としては一部の大国の潜水艦と大型水上艦を中心に普及を見せた。中でも最も数的に普及した艦種は原子力潜水艦である。1950年代に出現以来かなりの多数が収益したため、中には原子力事故の発生したものもある。原子力事故に限らず、原子力艦の事故時には放射性物質の灌漑漏出が危惧される。 原子力事故、主な軍事原子力事故を参照。20世紀に入って航空機が登場して、以降、軍艦は様々な航空機を搭載するようになった。しかし狭くて揺れる艦上での航空機の運用は、機体の移動、格納からして、危険を伴い、加えて、航空燃料としての多量の軽質油、特にガソリンは揮発、引火しやすいのほか、航空機搭載用の武器、 弾薬も扱われるため、平時より大変な危険を覆うこととなった。このことは、ダメージコントロールの研究を進化させ、水蒸気母艦や航空母艦の設計には火災への対策が重視されるようになった。実際、航空機による事故は多数正規しており、航空機を運用する軍艦にとって事故は身近な存在である。特に艦上機の航空母艦への着艦は、 制御された墜落と形容されるほど危険度の高い作業あり、着間失敗による事故は少なくない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。